最後の曲になるんですが、今日はいいお客さんだやりやすい。いつもね、僕がこの MC するとシーンとするんですよ。今日アウェーだからみんな知らないから、すごい心地いいですじゃあ次、さらに先ほど言いました新しいメンバー、今までですね、先ほど踊った3人でペルメルドーナツ、先月からですね、補足したばかりで活動してたんですけれども、この度ですね、また新しいメンバーをどんどんこれからも入っていくんですが、まず2人ご紹介させていただきたいと思います。ではすいません、お二人お願いします。おー、あらこ、はい、まあ、ちょっと簡単に自己紹介だけですね、僕の方から手短にさせていただければと思います。まずですね、端から、先ほどから踊ってました、おたけも先ほどコラボし、レーションしました、お腹ペコです。こちらも、元からのメンバーで、ブクです。こちらから、こちらですね、もしご存知の方もいらっしゃるみたいなんですけども、ニコニコ動画とかでですね、踊ってみたの動画を上げたりして、あと福岡の K-POP の SNSD っていうですね、少女時代のコピーをしてる FNSD って結構テレビとかにも出ててですね、あ、そうですか、 FNSD、 はい、福岡の時代、もうちょっとごめんなさい、ポポチさんです。ポポチ、ポポチ、そしてこちら、小倉の方だったらご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、小倉の方にですね、アニソンバーの、ニコ動というのが、向こうの方にありまして、そちらでですね、メイドさんをされていたアスカさんです。非常にダンスもヒップホップとかやられてうまいんでですね、ついちょっとスカウトしてしまいまして、ハードルは上がるだけ上がった方がいいですよ。で、私、皆さんご存知、マリアちゃんです。マリア、はい、というわけでですね、おめでとうございます、欲しがり屋さん。